小菊饅頭は土産菓子の銘柄の一つである。日本に複数同銘柄の饅頭が存在する。静岡県伊豆市の小菊饅頭はカスタードクリームを饅頭、ま、の皮で包んだ菓子である。伊豆箱根鉄道修善寺駅裏の和楽が製造販売している。小菊饅頭福岡県北九州市小倉北区の小菊饅頭は餡を山芋や米粉より作られた饅頭の皮で包んだ。 白色の虫まんじゅうである。小菊まんじゅう本舗富士屋が製造を販売しており、JR 九州小倉駅のキオスクアミュプラザ、小倉などでも販売している。小ぶりなサイズで、まんじゅうには菊の文字が刻まれている。江戸時代より以前は、現在の文字区から小倉北区にかけての関門海峡に面した海岸線は菊の長浜と呼ばれ、白車の海岸に青々とした松の木が何本も、 立ち並ぶ、継承地だった。その景色を称える和歌が万葉集にも見られる。その、菊の長浜には、慶長年間に建てられた、貴船神社が鎮座している。その神社の門前で、いつの頃からか、米粉を原料にした饅頭を売る店が現れた。その饅頭が、小倉の名物として、小倉城下の町民や長崎街道を行き交う、旅人たちの評判をとり、 その製法は、台を重ね現在まで伝わることとなった。菊の長浜より名前を取り、小菊まんじゅうと命名されたものと思われる。ありがとうございます。